どうも、ヤトです。今回もですね、将棋ウォッチやっていきたいと思います。ただいまの達成率が12.7%と、いうことでございまして、ですね、昨日まで、結構、昨日ですね、収録を、深夜、2時半ぐらいまで、していたんですけど、本当に沼に沼ってしまってですね、もう全くその沼から抜け出せないっていう、脳細胞の死亡率99%っていう状態で、将棋を指していたがゆえにですね、もう、全く ただで飛車取られまくりみたいな、なんかそういう将棋をご覧おい前たにだいてし席まったんですけども、今日は、だ。一応対局睡開眠をとっ始。て、まあ今日お休みなんでね、日中に収録をしているという感じなんですけども、まあ今3連勝中ということなので、頑張ってやっていこうと思っております。ぜひ、応援ご視聴のほどよろしくお願いいたします。さあ、これは一回王様逃げておきますか。はい。これで、角引いて、これは一回歩打って、端つくか。この王様の位置良くないな。ここに歩打ちますか。2分30秒。これで、足つく。まあ、一回ね。一回。あ、そう。そこまでしちゃう。そこまでしちゃいます。香車打ったりとかして、銀打ったりとかして、こういこう。これちょっとあれだね、よくないっすね。非常に悪い。2分。相手歩持ってないからな。これで、竜で取っていって、桂馬打つか。ここに銀打った、あ、そっちに銀？そっちに銀はちょっと悪手でしょ。それは悪手じゃろ、アリンコ。これは悪手じゃろ、アリンコ状態ですね。1分30秒。これで？なるほど。ここに歩を打ちたかったっていうことね。桂馬打つじゃん。叩きの歩。叩きの歩。桂馬で来る？あ、飛車で来る。飛車で来るんだったら一応金打って、で、詰んでないかな。これで、1分。はい。ここに歩と。はい。これで、金打って、角打って勝ってるよね。はい。これで勝ちですね。はい。対戦ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。対戦ありがとうございました。お疲れ様でした。いや、結構駒使っちゃったな。ありがとうございました。はい。よしよしよし。幸先のいいスタートを切りましたね。やっていきましょう。さあ、お相手2段の方、早繰り銀がお得意の方、5割、勝率5割3分2厘ですね。やっていきたいと思います。さあ、4連勝。
これね、連勝して達成率 15% ぐらいまでいくと急に連敗し始めるんだよね。だから 15% が俺の私のあの限界値なんですよ。それがねちょっとね、 15% 超えて 20% に差し掛かろうとするともう本当に連敗しまくりになっちゃうんで、はい、これで銀上がっていって、はい、あ、マジで取ってくるんだ。角銀交換ですね。角銀交換、一回ここに引こうか。これでここに銀打ってきてくれたら儲けもん。いや、これは儲けましたね。2分30秒。まあ、ここに歩打ち。飛車回ってきたら金上がり。そうか、それがあったか。確かにそれがあったかじゃないのよ、それがあるじゃん、普通にそれがあるじゃん。2分、これで歩打っておいて、ここに歩打ちだよね。そうだよね。この角が死ぬのが気に入らないな。まあ、角こっちから出て行ってみよう。こうだ。これで。ここに金ぶち込んでくる。いや、来ないよね。無理だもんね。成立してないもんね。さあ。これで角引いといて、1分30秒。この歩ついてくるとかかな。どうでしょう。それ結構うまいかも。ここに銀打つか。大丈夫だから一回強者、でこの桂馬いじめる、この桂馬いじめますか。ここに歩打てば問題ないよね。さあ馬も効いてるし、ここにここに銀、金ぶち込んでくる。はい。はい。はい。これで、もう、一分。これは、こうですね。金ぶち。で銀打たれて、それは逃げて、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、
30秒。やばい、時間がない。よく見たら時間が全然ない。やばい、相手に迫っていかないと。迫っていかないと死ぬ。迫っていかないと死んじゃいます。やばい、時間がマジでない。時間なさすぎ、なさすぎるの巻きですね。これちょっと待ってね。桂馬でしょ？桂馬。はい。20秒。これで、うわぁ、これで詰んでないか。詰んでないのか、これ。系統の銀。系統の銀。10秒。銀。馬。銀。残り5秒。5秒じゃ詰まない。5秒じゃ詰まない。5秒じゃなくても詰まないのに。時間が、あー、もう畜生。うわ、勝てた気がしたけどな、今。時間だな。ちょっと待って、時間です。いや、時間ね。時間、はい。さあ、やっていこう。ちょっと練習止まっちゃいました。お前が5点だ。まあ、今日の収録はまだ、あ、2段の方ですね。4勝。1勝4敗。負け越しまくってる。負け越してるけど、1回勝ってるわけだから。そんなに実力差はないと考えよう。これは頑張っていこう。さあ、これ金上がってくるね。はい、ちょっと長期戦を覚悟しましょう。これで角引くのちょっと保留しといて、まあ、銀上がっていこう。なるほど。これで相手の王様が入ってくる前に交換したい。おっと、端だけついとこう。よし、これで銀角層交換してから端攻め行こう。端攻め、端攻め。おー、これは、2分30秒。何狙い、それ。ちょっとよくわかんないんですけど。角切ってくるのはさすがにないはずだから。景気を拾われるのか。景気を拾われちゃって。まあ、中央突破だよね、普通に考えて。2分。普通に考えて中央突破ですよね。ただ歩がない。もう歩がない。歩がなかったら成立しない。やった、歩もらえた。歩もらえるのはでかいぞ。歩もらえるのめちゃくちゃでかいっす。これ千日手、千日手になりますか。はいはい。
馬もらうか。馬もらって、はい、これで、角打って、まあ、と金作っていくか。はい、これで、と金作っていきましょう。で、角と金、銀の2枚替えですね。これは悪くないんで。なんか、一瞬で勝負決まる手とかないのかな？ないのか。一回引いて、これ、あれだよ、歩の上に銀があるから、結構きついよね。垂れ歩がいいかな。はい、垂れ歩にしましょう。垂れ歩。ここの角打ちとかもあるしね。ここの角打ちでと金作ってなんか叩かれて金打ちで勝ってるよね。だから、ああそうか、そうなるのか。はい、1分。あ、そうなっちゃいます。残り45秒。いい手が全く見えない。手が見えない。まあ、この桂馬もらって筆取ってきてもらって桂打ちみたいなことかな。はい、桂打ち、まあ、銀打ってくるよね。銀打ってくるのに対して金取っていく。これで香車打って、時間がね、相手もないからね。時間がないというのも非常に大きい。30秒。はい、角手に入った。角手に入ったら勝ちだよね。時間切れ。はい、ありがとうございました。よし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 、時間返したね。時間で勝ちました。時間じゃなくても勝ってたし。さあ、あと3試合ぐらいかな、やっていきたいと思います。お前が先手だ。さあ、お前初段の方ですね、原始防御の得意の方やっていきたいと思います。まあ、今日楽しく商業実況やっていきましょう。さあ、嬉野流ですね、お相手。まあ、ああいう嬉野流、あ、そう、嬉野流じゃない、角道上げてきてる。これでもう先に行っちゃうか。先に行っちゃいますか。これ何がお得かっていうと、王手できるっていうね、角で王手できますよっていうお得感。ただこれなんかむやみに飛車走るとね、角を渡した時に手痛いしっぺ返しが来るんで気をつけないといけないんですけど、はい、焦る必要ないんで、全く焦る必要ありませんので、まあ、この歩を銀ガーって登っていって、この歩を取りに行きます。さあ、
金そっちか。30秒。あ、やべえ、間違えた。しまった、手持ちに銀が2枚ある。ここに角打たれるじゃん。はい。相手角だけだから、じゃあ角だけで何ができますかという話になってきます。しかも相手、歩がない状態にならない？角上げちゃおう。角上げちゃって、はい、2分。これで これでガンガン行こうぜ。走っていって桂馬もらって、強者ももらおう。強者ももらっちゃおう。はい、竜戻ってきて、舞戻ってきて、でこの歩ついて、下から強者打とう。とりあえずね、金駒をこっちに使いすぎなんだよね。それが大問題。さあ、王様で来るしかないでしょ。1分30秒。王様で来るしかなくって、こっち歩が4枚あるから、これは銀打つか。腹銀。金で行って、と金作って、これ竜、飛車が抜けるんじゃないかっていう、はい、そういうことですね。一回ね、一回。これで、この強者そんなに怖くないから、1分。飛車取ってきた。これですね、こっからですね。これだけ駒があったらどうにかなるでしょう。はい、金打つよね。金打ちますよ。はい、相手まず飛車打つ。銀打つ。香車打つ。はい、これで30秒。桂馬打つ、銀打つ、分かってますね。無事に勝利だと思います。はい、対戦ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。対戦ありがとうございました。お疲れ様でした。よしよしよし、今日あと2試合ぐらいかな、多分あと2試合やっていこう。やっていきましょう。お前が後手だ。さあ、お相手が初段の方ですね。試験飛車を得意の方、やっていきたいと思います。
さあ2連勝中ですね。はい、これ四間飛車かお相手が。四間飛車ですかね。これで歩打って、はい、これで飛車ぶつけてくる、ぶつけてこない、桂馬もらって、2分30秒。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。これ大チャンスでしょ。うわぁ、なんかしょうもないってしか思い浮かばない。これしょうもないな。これは一回角で行きまして。桂馬打ちます。桂馬打ちます。この角の利きとかもな、若干邪魔だな。はい。こう。この銀くださいっていうシンプルなお願い。シンプルイズベストなお願いですね。まあ、ここに銀打ちでもいいか。こっちの銀打ちの方がいいかな。いやー難しいよ。桂馬もらえた。これ角が消えてくれるんだったらだいぶいいよ。2分。あ、やば。ガーン。っていうかさ、今さ、竜さ、竜切って勝ってたよね、今。竜切って勝ってましたよね、今。なんか決め手が全然見えないんだけど、決め手が見えなすぎて困惑してます。1分30秒。飛車打つじゃん。桂馬。1分。どうすればいいのこれ。どうすれば。なんか時間がやばくなってきてるんだけど、これなんかこんなひどい将棋なかなかないよね。
これはひどいぞ。ひどい。あまりにもひどいぞ。30秒。相手もう歩しかないから、歩しかないから何もできないでしょ。間違えた。ひどい。ひどい。20秒。いやー参ったね。参りましたね。最低ですね。最低の将棋の始まりですね。10秒。はい、最低です。最低、最低の将棋が始まってます。はい、ありがとうございました。最低、最低、本当にひどい。恥ずかしい、恥ずかしいよ。まあ、序盤から大優勢で、いや、これで勝負決まってたよね。これでさ、これ切り飛ばせば、これ取れないわけだから、逃げるしかなくって、なんだろう。ちょっと待ってね。これで、任せる。6球、竜、後手勝勢です。勝ち。でも待って、ここの銀打ちの意図はよくわからないんだけど、銀打ちはこれ何？隠れ取っちゃダメなの？これ、これ隠れ取ったら、隠れ取っちゃ、取って何がダメなんだろう、これ。こういうことかな。なんか違う気がするけどな。全然違う気がするけど、まあいいか。はい、まあでもこれあれか、銀で例えば受けたとしても、ここに飛車打っちゃえば銀で取って、これで詰みになるっていう感じか。必死にはなってたのかな。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。はい、今日の戦績が4勝1敗。素晴らしい、素晴らしい数字ですね、これは。はい、対戦ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。昨日の収録配信ではですね、もうものすごい沼りまくった私の、はい、深夜2時半のですね、脳細胞、99% 死んでる、将棋をご覧いただけたと、いただけると思いますので、そちらも合わせて、ご視聴いただければ、幸いでございます。それではご視聴ありがとうございました。お相手は私、ヤードでございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。